どうも、ゆっくりマリサだぜ。今回は、ウイルスとは何か、について、なるべくわかりやすく解説していこうと思うぜ。ちょっとマリサ、いきなりどうしたのよ。昨今、新型コロナウイルスが世界中で猛威を振るっているだろ。でもそもそもウイルスってなんだって、知らない人もいると思うので、私が知っていることを共有させていただこうと思うぜ。まず、ウイルスを一言で表すなら、最も生物に近い非生物、と言えるだろうな。ウイルスって生き物じゃないの？ああ、一部には生き物とみなす人もいるらしいが、私たち生物と類似していながら、決定的に異なる点がある。そのことについて説明するために、まずは私たち生物について話していくぜ。私たち生物は、細胞でできている。例えば人間は、約60兆個の細胞があると言われているな。60兆、途方もない数字ね。たくさんの細胞でできているから、多細胞生物とも言われるが、逆に、たった一つの細胞で生きている生物もいる。それが単細胞生物だ。ゾウリムシなんかがそうだな。ゾウリムシ、理科の授業とかで聞いたことあるわね。でも、たった一つの細胞で生きているなんて、ちょっと信じられないわね。いやいや霊夢、お前も一つの細胞だったんだぞ。そう、受精卵だ。いやこんなだった記憶はないわよ。あるわけねえだろ、まだ脳も何もないんだから。受精卵はやがて、分裂を繰り返すことで、どんどん細胞の数が増えていき、最終的にこうなる。いやなんかめっちゃ飛躍してるし饅頭になってるけど、まあ細かいことは置いておきましょうか。細胞のすごいところは、このように分裂できることなんだ。つまり細胞には、自分のコピーを作る能力があるってことだ。自分のコピーを作れる。確かにそれなら、いくらでも増えていけそうね。でも、それがウイルスと何の関係があるのよ。ウイルスは逆に、自分のコピーを作ることができないんだ。それじゃあウイルスは、どうやって増えると思う？細胞に感染し、細胞にコピーを作らせる。なんですって。そう、ウイルスは私たち生物の細胞を利用して増殖するんだ。世界にはいろんな人種の人がいるが、細胞の基本的な作りは同じ。だからウイルスは人から人へ、時に人から動物へ、動物から人へ、どんどんと感染していくんだ。ちょっと待って、これってつまり、ウイルスに感染したら、私たちの体が、また新たなウイルスを作ってしまうってこと？ああ、まさにそうだな。なぜこのようなことが起こるのか、ここからは少し難しくなるかもだが、ぜひ聞いてほしいんだぜ。私たちの細胞には、DNA と呼ばれる、設計図のような物質が存在する。そしてウイルスもまた、DNA、もしくはそれに近い RNA を持っているんだ。設計図が基本的には同じような構造でできてるのね。ああ、だから冒頭で言ったように、ウイルスは生物に近い存在と言える。だが決定的な違いとして、ウイルスは自分で増えることができない。そこで細胞を利用する。なるほど、細胞には自分のコピーを作る能力があるから、ウイルスのコピーも作れちゃうのか。ああ、しかも設計図の構造がほぼ同じだから、入り込んだウイルスの設計図をもとに、どんどんウイルスのパーツを作ってしまうんだ。細胞にこっそり自分の設計図を忍ばせてコピーを作らせるとは、なんて狡猾なんだ。もちろん、ウイルスに意思や感情はない。だが実際このようにして、ウイルスは増える。私たちの細胞が、いつの間にか増やしてしまうんだ。とまあ、ざっくり説明すればこんな感じだ。今回の話をまとめるぜ。まずウイルスとは、最も生物に近い非生物であるということ。類似点としては、生物もウイルスも、ほぼ同じ構造の設計図を持っているということ。そして大きな違いは、生物の細胞は自分の力で分裂できるが、ウイルスは自力で増殖できないということ。だから私たちの細胞を利用して、コピーを作らせるのよね。ああ、自分がウイルス製造機になってしまわないためにも、自分がウイルスにかからないことが一番だな。うがい手洗いなど、できることは徹底していきたいわね。ということで、いつもと違う解説動画だったが、いかがだったかな。もし需要があったら、また別のテーマで作るかもしれないので、動画の評価や、コメントなどよろしくだぜ。それじゃあまたな。